はい、今回は MF ゴーストのお話をしていこうと思います。最近イニシャル D をね再度見返してるんですけども、やっぱりなんだかんだで初期のファーストステージが一番面白いなと思います。若干画質は悪いとかもあるけど、まあ、ユーロビートと合わせてこう色あせないですよね。そんなイニシャル D の後継作として MF ゴースト2023年秋にアニメが放送されますが、そんな今回はファーストステージでも印象的なキャラでちょっと日の目を見なかったけど引き立て役となったのが中里武史です。ネタキャラ一歩手前でしたが、そんな今回は MF ゴーストで中里がどうなっているのか、またイニシャル D での経歴や有名な珍事件なんかも紹介していこうと思います。もしかしたら幸せになっている説もあるので掘り下げていこうと思います。ぜひ皆さんのご意見だったりとか感想コメント等あればお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考及び励みになっております。では早速本題へ入っていこうと思います。まずちょっとイニシャル D の方のね、この中里武史の活躍っていうのがあまりにもね濃いんで、そこから先に紹介していこうと思います。まあ、そういう細かい部分は別にいいよっていう方は後半の方を見ていただけると、 MF ゴーストどうなってるのか、まあ、考えていこうかなと思います。ではイニシャル D の方なんですけれども、群馬県富岡市と下仁田町付近の妙義山を拠点に置く妙義ナイトキッズのリーダーとして登場したのが中里武史です。初登場はアキナの86の、まあ、公式最初の戦いで、高橋圭介の RX7FD との公式バトルですね。5連続ヘアピンでちょうど溝落としをして抜き去る瞬間を見ていた人物で、これはかなりやるやつっていう印象がファーストインプレッションだったかなと思います。職業や年齢は連載終了まで明かされなかったんですが、神奈川で再会した池谷たちからは敬語で話しかけられていたりとか、登場したナイトキッズメンバーの大半からはたけしさんと呼ばれているため、そこそこ年齢はいっているのかもしれません。まあ、20代前半ではあるけどちょっと上みたいな感じかなと思います。本編では初登場時から R3人の GTR 乗りでしたよね。リアサイドについている R のバッジは不敗神話の R だと言っていましたけれども、この不敗って言葉がなかなかね来てるんですが、かつてはね実は S13 シルビアに乗っていたんですよね。まあ、これ池谷と同じ車種にはなるんですけれども、まあ、高橋涼介との会話でここが明かされております。作中では涼介が言及しているように S13 シルビア乗りとして名を轟かしていました。本編開始前に R3 に GTR 乗りとバトルした際に、実力では勝っていたけどパワー差で圧倒された末に惨敗したということがきっかけに、その相手と同じ R3 に GTR 乗り換えたと説明されております。実はこれも別のね本編とアニメ以外のところで語られるんで、それはまた後ほど触れていこうと思います。テレビアニメの方では第1期のバトルの詳細の回想として描かれていて、まあ、黒色の S13 シルビアですね。リアスポはね社外製だったりとか、リアフェンダーには小さなステッカーが貼ってあるものでしたよね。白い R3 に GTR を相手に性能差で苦戦して、最終的には無理な追い越しをかけてガードレールに刺さる様子が描かれております。これも刺さり方っていうのがね池谷と一緒なんで、 S13 突っ込むジンクスっていうのがイニシャル D にはあるかなと思います。そして先ほど紹介した後に発売されたドラマ CD があるんですけれども、こちら黒い稲妻新たなる腐敗伝説というものがあります。ここで箱根をホームコースとする走り屋チーム箱根サンダーソルジャーズを率いているリーダー島村栄吉っていうのが出てくるんですけども、こちらが白い GTR に乗っていたキャラクターとなっております。この箱根っていうところも踏まえると、もしかしたら MF ゴーストに関して何かしら繋がっているキャラクターとして今後出てくるかもしれません。箱根サンダーソルジャーズの、まあ、島村が実はここに出てくるっていう可能性ですよね。まずこの線はあるかなと思います。そしてこの中里拓司の走り方なんですけれども、 GTR に乗り換えて以来は遊びだけのドリフト走行に疑問を抱いて、確実にタイムが出るグリップ走行にこだわっていました。まあ、ドリフト走行はグリップ走行には絶対に勝てねえと言っていましたよね。まあ、須藤教授と同じような考え方をしているとは思うんですけれども、これはあくまで中里武史がドリフトをやり尽くした上での哲学であり、ドリフトを卒業した走り屋がグリップで走るのが一番早いと言ってきたことにもつながるかなと思います。実はこの中里武史っていうのはドリフトに関してもうまさはね、同じナイトキッズの庄司慎吾もドラマ CD の方で認めていました。まあ、これだけを聞くとかなりのドライバーではあるんですが、問題となっているのはメンタル面ですね。まあ、一部のファンからはエンペラーのエボフォーノリであった岩木誠二と結構近いものがあるんじゃないかなとも言われております。まあ、アウトオブ眼中といった人物ですね。岩木誠二とまた違うところという点では、自分の腕で勝つという美学があったりとか、上りで有利な GTR 乗りに関わらずマシンより腕で勝敗がつく下りでの勝負こそが重要だと考えているところもあるんですよね。まあ、その後もね、こう負けた時も車ではなくて自分の腕の至らなさを認める、まさにね潔くて正々堂々としている素晴らしいキャラかなと思います。まあ、この点を考えると、先ほども出てきた同チームの庄司慎吾いますけれども、ガムテープデスマッチのやり方ですよね。あれに関して否定的だったりとか仲が悪いっていうのもここに繋がるのかなと思います。
それなんで同じチームなのかっていうところなんですが、実は人間的な相性ではいいのかもしれません。さらになんですけれども、高橋涼介、まあ、MF ゴーストは涼高橋なんですけれども、その GTR の馬力を当てられていて、俺の車って有名なのかと内心めちゃくちゃ喜んでいたりとか、実は可愛い一面も持ち合わせているのがこの中田拓司の愛されるポイントかなと思います。そんな中田と武志なんですけれども、匠の86に勝負を挑み、結果的にクラッシュし敗北しています。匠もそこまで苦戦した様子もなく、溝落としの対策を取るため5連ヘアピンではインに差し込めない状態を作りましたが、アウトから86の進入に動揺し、車重の重たい GTR の影響もあり、膨らんだところを刺されてそのまま強引に行ったため板金コースとなりましたよね。なのでこれだけ大物感があったものの、あっけなく序盤でやられてしまう、ある意味かませ犬的な扱いとなっていました。そしてこの一連のバトルですが、今回もちょっとテーマに挙げている実は珍事件は原作コミックで起こっています。そして中里のキャラクター具合も相まってネタにされ、ある意味伝説的に盛り上がったとも言われています。それが運転席から逆のドアから出てくる描写ですね。バトルに意欲的ではなかった匠でしたが、いつきがガソリンスタンドにやってきた中里に見栄で対応した結果、匠の本意ではなくバトルを受けてしまったことがこの中里のバトルの始まりなんですよね。この時になぜか中里は左ドアから車外で出てきています。いつきに話しかけるため運転席側からわざわざ助手席へ移動して外へ出たというね、ネタにされる事件が発生したんですよね。これは作画ミスだったんですけれども、当時かなり話題となりました。そんな中里なんですけれども、匠との戦いの後はレッドサンズの交流戦では上りで圭介と対戦しております。中里はいつも通り走りを見せるも、涼介からタイヤマネジメントを学んでいた圭介を振り切ることはできませんでした。そして雨の降り出した最終区間の下り箇所でフロントタイヤを残していた圭介にアウトからね、刺されて僅差で敗北しましたよね。そしてこの圭介戦の後に敗北を引きずった中で、エンペラーの岩城聖司のバトルがあったんですが、圭介からの指摘点や彼にバトルで敗れたショックを引きずっている等の理由で、自身のドライビングへの迷いもあったことからプッシングアンダーを誘発して右フロントを破損して敗北となっております。このあたりのメンタルが弱いというところはわかりますよね。以上がニンシャル D における中田と武志の活躍となっております。原作ではね、0勝3敗なんですよね。そのうち2回クラッシュというリタイアとなっていて、散々な結果で終わっています。ただ先ほども言った通り、これ結構腕としては素晴らしいですし、ドリフトを極めた上でのグリップ走行というところにも行っているので、本当に中里っていうのは実はこれ負けているだけであって、非常にね素晴らしいドライバーだと思うんですよね。圭介からもね、行動の GTR 使いの完成の域にあったとかね、陽介からはでかい口叩くだけあってうまいとも言われていましたよね。こんな不運な、まあ、不遇な扱いを受けていた映り方をしたのが中里となっております。ただその後ドラマ CD の方ですね、実はエンペラーとの対決前後は不明だったんですけれども、圭介に敗北してしばらくしてあえてバトルを控えて部分的にドラテクを着実に磨くことを優先していたんですよね。そして因縁のある島村と彼の本拠地である箱根でダウンヒルバトルを繰り広げて、その際タイヤマネジメントを念頭に置いたと落ち着きのある戦いを見せて、後半でタイヤを消耗し挙動の乱れた島村の隙を突いて見事にね勝利を収めているんですよね。もうこのシーンがねアニメで描かれなかったのが非常に辛いかなと思います。かなりね、イニシャル D の前置きが長くなってしまったんですけども、それだけ愛されるキャラである中田ですが、果たして MF ゴーストではどうなっているのか、結論未登場となっております。ただもしかしたら出てくるのではないかとも噂されているんですよね。過去の動画でも触れていますが、イニシャル D から約30年後の世界となっているため、おそらく中里の年齢は50代ぐらいと思われます。ドライバーとして活躍しているかは不明ですが、まず MF ゴースト本編では GTR が登場しますよね。それが相葉俊です。GTR ニスモ回のステアリングを握る、まあ、小田原出身の24歳なんですけれども、片桐彼方の兄貴分的な存在ですよね。まあ、優しき熱血男として神風ヤンキーという愛称を持つ主要キャラとなっております。まあ、そもそも MF ゴーストにおいては国産車が少なめとなっているので、もともと GTR 乗りの中里としてはおそらく注目しているのではないかと思われます。一ファンとして登場してくるのかもしれませんね。もしくはこれ可能性は低いかもしれませんが、両高橋は何かしらね過去の登場人物たちに役を与えていることからも、もしかしたら本編でそういう立ち位置で登場してくる可能性もあるのかなと思いました。ただね、イニシャル D 本編では GTR 乗りは中里だけではないので、ここはちょっと怪しいかなと思います。なので一こう MFG のファンとして登場してくる説があるんですが、もう一点、結婚しているのではないかという説もあります。イニシャル D では登場回数はそこまで多くないですが、女の気配がほぼほぼない中里でしたよね。ただ唯一惹かれた女性がいます。それがさゆきです。
インパクトブルー薄い峠最速だったマコとサユキのペアのナビシート担当のサユキですね。共通点としては中里と同じナイトキッズであった庄司慎吾とサユキが知り合いであることで出会うこととなります。中里はサユキの体型美に驚きを見せて憧れの異性として感情を持つようになるんですよね。もう中里がこういうところも可愛いですよね。ただ中里がいない時に慎吾から話のネタとして彼に気に入られていると告げられたサユキは微妙な反応を見せていたんですよね。加えてなんですけども、ドラマ CD の方では慎吾やサユキたちがお膳立てしてくれたバトルに勝利した興奮のあまり、サユキが自分に好意があるからこそいろいろ段取りをしてくれたと勘違いしております。もうこういう部分もいいですよね。つまり勝利後サユキはね、中里から間接的に告白をされてしまうんですけれども、後日イスキが情報を仕入れていて中里たけしはサユキとうまくいかなかったとなっております。なんですけれども、もしかするとその後サユキ的にはほっとけない存在として、中里は一途なイメージが強いので、もしかするとできているお似合いすぎるんじゃないかとファンの中でも話題となっていたので、 MF ゴーストの世界では結婚しているかもしれませんね。もしかしたらその子供なんかがね MFG で出てきたりとかする可能性、まあないかなと思うんですけれども、非常にそれだけ愛されているキャラだと思うので、イニシャル D の部分を含めて今回解説していきました。個人的に中里はイニシャル D の本編でもっと出てきて欲しかったキャラクターであって、あわよくば MF ゴーストでもいいので、モブでもいいので出てきて欲しいですね。少しでも中里が実はすごかった、報われていると思われる方は高評価チャンネル登録お願いします。今回は以上になります。まだ見てやってください。さようなら。